はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師の通ちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座2019年過去問の3となります。えー、問題が15から21の7問を今日はやっていきます。えー、社会理論と社会システムの単元で、えー、全問題、全選択肢解説機となってますので、えー、今日もですね、しっかり見て聞いて覚えてください。それでは行きましょう。 問題15からです、えー。次のうち、社会の福祉水準を測定する社会指標として最も適切なものを一つ選びなさい。1、失業率。2、GDP。3、消費者物価指数。4、幸福度指数。5、財政力指数。はい、えー、社会の福祉水準を測定する指標として最も適切なものはどれでしょうはい、正解は4となります。 はい。では解説です。1番の失業率ですが、これツですね、えー。失業率は、ある国や地域に居住する人々の就業及び不就業状態を客観的に表す社会指標となってますのでね。えー、これはツとなります。2番、GDP。はい。これもツとなります、えー。GDP は経済指標であり、社会指標ではないです。えー、国内総生産とも言われる です3番、消費者物価指数。はい、これもツとなります、えー。消費者物価指数 CPI は、えー、全国の世帯が家計で実際に購入する時点での商品やサービスの小売価格、まあ、物価の平均的な変動を時系列で表す指標ということになります。えー、ですから、これもツとなります。4番、幸福度指数。 はい、これが丸ですね。えー、幸福度指数は、人々の幸福度という主観指標を上位に置き、物質的な生活条件や生活の質との相関性を重視しながら、福祉水準を測定する社会指標となってますのでね、えー、これが丸となります。えー、5番、財政力指数。 はい、これ、×ですね、えー。財政力指数とは、地方公共団体、都道府県及び市町村の財政力を表す指標となってますので、ね、全然関係ないですね。5番は×となります。はい、問題の16。辞に係数に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。1番、値が大きいほど格差が大きいことを示す。2番、マイナス1からプラス1の値を取る。 3番、同一労働同一賃金に関する指標である。4番、えー、所得増減量を元に算出される。5番、所得分布全体に占める、えー、低所得層の比率を示す。はい、ジ、え、ニ、ー、係数に関するもので正しいものなんでしょう。はい、正解は1となります。はい、それでは解説です。1番から。 えー、値が大きいほど格差が大きいことを示すんですがはいこれ丸となります、えー、所得分配の不平等所得格差がない状態を0とし、えー、不平等が拡大すれば1の値に近づく係数それが次に係数となりますのでね、えー、これが丸となります、えー、2番マイナス1からプラス1の値を取るはいこれ×となります えー、0から1までの値で状態を示す係数となってますのでね、マイナス1とかはないです。はい、×ですね。3番、えー、同一労働、同一賃金に関する指標である。はい、これも×となります、えー。所得分配の不平等、所得格差を客観的に測る指標となってますのでね、えー、これも×です。4番、えー、所得増減量をもとに算出される。はい、これも×となります。 所得の再分配について曲線で表すんですね。所得増減量を元に算出されるものではないとなりますのでね、ツとなります。5番、所得分布全体に占める低所得層の比率を示す。はい、これもツとなります。所得分布全体に占める低所得層の比率を示すのは相対的貧困率。 ですのでね、えー、これはバツとなります。次に係数ではありません。はい、問題の17です。えー、近代社会の特質の一つとして、えー、出自や性別などの属性ではなく、個人の教育達成や職業選択によって、流動的に社会移動するようになることが指摘できる。このことを示す用語として、最も適切なものを一つ選びなさい、えー。1番、民主主義。 2番、業績主義。3番、産業化。4番、合理化。5番、機能文化。はい、えー、そうですね。出自や性別などの属性ではなく、個人の教育達成や職業選択によって流動的に社会移動するようになることが指摘できるような用語。最も適切なものはどれでしょう。はい、それは、えー、正解は2となります。 はい、それでは解説です。1番民主主義ですが、×ですよね、えー。民主主義は一般的に政治領域における近代社会の特質を示す概念であるため適切ではありません。はい、2番の業績主義、えー。これが丸となります、えー。業績主義は近代社会において優勢な社会的地位の、えー、配分原理とそれに伴って発生する社会移動様式を示す概念であるため、 えー、適切であります3番、えー、産業化ですがはいこれ×ですね、えー、産業化は一般に経済領域で起こる近代化の特質を示す概念であるため適切ではないです、はい、4番の合理化ですがはいこれも×となります、えー、合理化は一般に近代化によって文化や精神社会的価値の領域で起こる変化の特質を示す概念であるため適切ではないです えー、5番の機能文化ですが、はい、これも×となります。機能文化は社会システム論における説明概念であるため適切ではないとなります。えー、問題の17ですね。ちょっと難しいですが、まあ、なんとなくですね、えー、選択肢わ、えー、かるかもしれませんね。はい。えー、問題の18です、えー。人口に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。えー、1です。 人口転換とは、多産多市から小産多市を経て、小産小市への人口動態の転換を指す。2番、世界人口は国連の予測では2020年以降減少すると推計されている。3番、第二次世界大戦後の世界人口の増加は、主に先進諸国の人口増加によるものである。4番、日本の人口は、 高度経済成長期以降減少が続いている、えー、5番人口ボーナスとは人口の年齢構成が経済にとってプラスに作用することを言う,う、はいえー、人口に関するもので正しいもの一つどれでしょう、はい、正解は5となります、はい、それでは解説です、えー、1番です、えー、人口転換とは多産多子から小産多子を経て小産少子への人口動態の転換を指すですが はい、これ、×となります。えー、多産多子から多産少子を経て、硝酸少子への、えー、人口動態の転換なんですね。えー、だから問題文がね、ちょっと違うんですね。えー、多産多子、多産少子、硝酸少子という流れです。覚えておいてください。×です。えー、2番です。世界人口は国連の予測では2020年以降減少すると推計されている。はい、これも×となります。 えー、2030年には世界人口は約82億人まで増加すると推計、えー、されているということでですね。えー、2020年以降減少っていうのは、えー、ちょっと違うですよね。はい、3番です、えー。第二次世界大戦後の世界人口の増加は主に先進諸国の人口増加によるものである。はい、これも罰となります、えー。発展途上国を中心に人口増加しているんですね。えー、そういうことです。 ですから3番も×です。4番です。日本の人口は高度経済成長期以降減少が続いている。はい、これも×ですね。日本の人口は2010年、平成22年から人口減少が始まっているとなってますのでね。高度経済,高度経済成長期以降減少ではないですよね。×です。5番です。 人口ボーナスとは人口の年齢構成が経済にとってプラスに作用することを言う。はい、これ丸となります。まあ、あその通りなんですね。人口ボーナスの説明です。これ覚えておいてくださいね。はい、次です。えー、問題の19です。えー、社会集団に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。1、第一次集団とはある特定の目的のために人為的に作り出された組織である。 2. フォーマルグループとは、企業や官庁のような一定の目的のために、成分化された規則と命令系統を持つ組織である。3. ゲゼルシャフトとは、相互の感情や了解に基づく緊密な結びつきによる共同社会である。4. 番準拠集団とは、えー、共同生活の領域を意味し、典型的な例は、えー、地域社会である。5. 番 コミュニティとは特定の共通関心を追求するために明確に設立された社会集団である。はい、社会集団に関することで最も適切なものはどれでしょうはい、正解は2となります。はい、それでは解説いきます。1番です。えー、第一次集団とは、とある特定の目的のために人為的に作り出された組織である。はい、これ、バツとなります。 第一次集団とは直接的な接触、親密な結びつきを特徴とする家族や近隣、遊び仲間などの集団のことなんですね。ですから、この選択肢ツです。2番です。フォーマルグループとは企業や官庁のような一定の目的のために成分化された規則と命令系統を持つ組織である。 はい、これ、丸となります。その通りですね。フォーマルグループの説明はこの通りとなります。覚えておいてください。えー、3番、えー、ゲゼルシャフトとは、相互の感情や了解に基づく緊密な結びつきによる共同社会である。はい、これ、×ですね、えー。ゲゼルシャフトとは、利害や打算といった選択意志に基づいて形成される企業や大都市、国家などの集団のことなんですね。 愛情や相互理解などの日本人間の本質意志によって結びついた集まりをゲマインシャフトと言います、えー、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの違いですね、えーまあ、よく出るというか、まあ、結構聞かれるものでありますのでね、えー、ちょっとこれ覚えておいてください4番です、えー、準拠集団とは共同生活の領域域を意味し、典型的な例は地域社会である、はいこれツとなります えー、準拠集団とは共同生活の領域を意味しないんですね、えー。個人が同調及び比較の基準としてある集団の価値に自分自身を関連づける場合、その集団を個人にとっての準拠集団と言うんですね。えー、結構この説明も難しいですよね。何言ってんのかなっていう感じですが。あまあなぜですね、えー、準拠集団は共同生活の領域というものではないということは覚えておいてください。えー、5番です。 コミュニティとは特定の共通関心を追求するために明確に設立された社会集団である。はい、これも罰となります。コミュニティとは地域に根ざして自然発生した共同生活体ということなのでね、えー、この選択肢罰となります、えー。問題の20です。社会的行為の主観的意味を理解することを通して、 その過程及び結果を説明しようとする考え方を表す用語として最も適切なものを一つ選びなさい。1、合理的選択理論2、主主義的行為3、理解社会学4、コミュニケーション的行為5、社会システム論はい、えー、社会的行為の主観的意味を理解することを通してその過程及び結果を説明しようとする考え方 で、えー、最も適切なものは何でしょうかはい、正解は3となります。結構この問題も難しいですよね。はい、それでは解説いきたいと思います。1の合理的選択理論ですが、はい、これ×ですね。えー、合理的選択理論とは、人間を最小のコストで最大の利得を得ようとする合理的な存在として捉えるアプローチのことですね。はい、えー、と選択肢は×です。えー、2番。 主意主義的行為、えー。これも罰となります。えー、主意主義的行為とは、行為者の行為が人間が持つ本能や環境といった外的な要因によってのみ規定されるのではなく、多少なりとも独立した行為者の主体的な選択のプロセスであるという見方のこと。はい、これが主意主義的行為となります、えー。選択肢は罰となります。えー、3番、理解社会学。 はい、これが丸となります、えー。ウェーバーという方ですね。ウェーバーは、えー、行為を主観的意味、すなわち行為者自身にとって何らかの意味を持つ人間行動として捉え、その主観的意味を理解することで行為の過程と結果を因果的に説明しようとする自らの社会学のことを理解社会学と呼んだんですね。えー、ですから、えー、丸となります。結構難しいですね。 はい、えー、4番です。コミュニケーション的行為。はい、これ、罰となります。コミュニケーション的行為はいこれツとなりますコミュニケーション的行為は言語を媒介にして、自己と他者が相互了解や合意形成を目指して行われる相互行為のことを言いますのでね、えー、この選択肢はツとなります。5番、社会システム論。 はい、これもツですね、えー。社会システム論とは、社会を要素の集合、すなわちシステムと捉える考え方ですね。で、えー、その活動はシステムを構成する要素の相互連関によって決定されるとされております。えー、ですから罰となります、えー。問題20かなり難しいですね。えー、専門的用語を聞くものばかりいいで,すですね、えー。結構分かってないと解けない問題となってますね。 え問題の21です。えー、次のうち、フリーライダーに関する記述として最も適切なものを一つ選びなさい。1、他者からの矛盾した命令を受け取ることで身動きが取れないもの。2、自分の利益を得るために他者を裏切ることを選択するもの。3、他者との比較で剥奪感を抱いているもの。4、自ら負担することなく集合罪を享受するもの。5、 にえー、自分の公用を引き上げるために他者の公用を引き下げるもの。はい、フリーライダーに関する記述で最も適切なものはどれでしょうはい、正解は4となります。はい、それでは解説いきます。1番、えー。他者からの矛盾した命令を受け取ることで身動きが取れないもの。はい、これツとなります、えー。これはベイトソンという方の言うダブルバインド、二重拘束というものです。 ですので、ツですね、えー。これも覚えておいてください。ダブルバインドですね。2番、自分の利益を得るために他者を裏切ることを選択するもの。はい、これはツとなります、えー。これはゲーム理論の代表的なモデルである囚人のジレンマに登場する好意者のことを指しますね。えー、ですから、ツとなります。3番、他者との比較で剥奪感を抱いているもの。 はい、これもツとなります、えー。これは他者、他人との比較においてマイナスであると感じている状態がタウンゼントさんの言う相対的剥奪であるとされてますのでね、えー、これはツとなります、えー。4番です。自ら負担することなく集合罪を享受するもの。 はい、これ、丸ですね、えー。その通りで、フリーライダーの説明は、あまあ、こういうことですね。自ら負担することなく集合剤を享受するものがフリーライダーですね。5番、えー、自分の公用を引き上げるために他者の公用を引き下げるもの。はい、これ、ツとなります、えー。ある集団が一つの社会的状態を選択する際に、集団の中の誰かの満足度、公用を犠牲にしなければ、 他の誰かの満足度、雇用を高めることができない状態を経済学ではパレート効果と言います。はい、えーまあ、選択肢は×となります。はい、えー、問題21もね、まあまあ難しいですね。フリーライダーの説明が分かってたら、まあ一発で分かるんですが、なかなかね、こう、はい、あの難しい用語かなと思いますのでね。はい、えー、21も要チェックですね。 はいえー、今回ですね、2019年の過去問の中の問題1 0号から21の7問取り上げております、えー。社会理論と社会システムの単元からですね。えー、結構ですね、選択肢も、えー、専門用語が多くて難しいですね。えーまあ、知ってればね、割とこう簡単に、まあ、知識を問う問題が多いので。 知ってれば解けるものばかりなんですけれども、なかなか難しいなという感じでしたね。2019年過去問の中では。はい。まあ、あの、過去問をね、何度も何度も解いてですね、このような問題にいくつか当たっていると、まあ、大体ですね、あ、これは違うなっていう選択肢見えてきますので、まあ、あの、初期法でですね、うん、えこれじゃないかなっていうのが分かれ、分かれば、ま、いいという形でもありますのでね、えー、何度も何度も過去問に当たってください。 えー、過去問特攻とはですね、社会福祉試験の勉強の王道ですのでね、えー、一問一答動画とセットに何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。えー、聞き流しながら聞きでもね、えー、OK ですのでね、えー、記憶に焼き付けてくださいね。はい、えー、それでは、えー、過去問動画、どんどんまだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。